云南省曲靖中国雲南省の東部で金属のメッキに使われるクロムが大量に不法投棄されました。このため第四の大河と言われる珠江の水源がクロムで汚染された恐れがあります。市民数千万人もの飲み水の安全にも関わるため高い関心を呼びました。不法投棄のあった周辺の村ではすでに37人が癌で亡くなったそうです。この汚染について政府と庶民の衝突の火種になると言われています。5000トン余りに上るクロムの廃棄物が不法投棄された事件が中国メディアに報道されると高い関心を呼びました。投棄された雲南省東部の南蛮港は珠江の水源にあたります。不法投棄をした企業は1989年からクロムをきちんと処理せずに屋外に放置、最高で29万トン近くに及んでいました。クロムが通常の資材と見分けがつきにくい点を利用し、路上や山に放棄してきたそうです。雲南省極西市政府は8月13日、不法投棄によって農村の家畜77頭が死んだとようやく通達を出します。しかし、飲み水には影響がなく、死亡者はいないと説明。広東省当局も検査の結果、珠江の水に異常は見られないと発表しました。しかし、中国のポータルサイトモーイの報道によると、この企業に最も近い交流村では、毎年6、7人が癌で亡くなっているそうです。死の村として一帯では有名です。さらに2000年以来、交流村では癌ですでに37人が死亡したとの報道もあります。企業から数キロ圏外にあるある診療所の職員が大紀元新聞に漏らしたところによると、ここ数年、腫瘍や結石の治療のため、地元から雲南省中部に行く人が多く、そこで癌が発見されるそうです。これについて、中国の環境問題に詳しい作家の定義さんは、有害物質を生産する工場を建設する際、中国では庶民の意見を募ることはないと指摘しました。住民と企業の間で対話が持たれる欧米との決定的な違いだと言います。8月14日、中国東北部の大連市では、有害物質を生産する工場の移転を求め、群衆が抗議しました。当地的老百姓这个没有得到什么利益，反而受到了这么大的伤害。那么积累起来，这种东西就成为一种很强烈的社会情绪。当这个条件一适合的时候，就会爆发，形成大规模的抗议活动。我想这个在中国，它反而是一种通常的现象。我想大家都很明白，对它是在这个制度上是非常不合理的。クロムの不法投棄が明らかになると、地元の汚染企業はクロムの輸送と処理を運送会社に委託することを決定。しかし、運送会社の運転手は運送費の節約のため、1ヶ月半にわたり、運送の途中でクロムを不法投棄していました。事件が発覚すると、当局は運転手2人を逮捕したものの、運転手は事件の核心人物ではなく、身代わりに過ぎないと言われています。今回の雲南省で起きたクロム不法投棄事件は海外メディアも注目。フランス国営系のラジオ局は有害物質の汚染について、これは単に民衆と企業の間の揉め事にとどまらず、企業とつながりの深い政府と民衆が衝突する新たな分野となったと分析しました。
新東京テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。